どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが、 11月30日の水曜日なんですけれども、今回の動画でご紹介していきたいのは、来シーズン、すでに岡田監督から正保守起用を明言されている梅野選手について、というのも実は梅野選手、アメリカのデータ専門会社からめちゃくちゃ高い評価を受けているということで、今回の動画では梅野選手が一体アメリカでどういう評価を受けているのか徹底解説、そして改めて梅野選手の守備面の凄さ、日本トップクラスのものが間違いなくあるんじゃないかなということで、こういった点についても深掘りをしていきながらお話ししていきたいなと思います。では早速お話をしていきますが、 今回ご紹介していくのが、来シーズン岡田監督から正保守企用を明言されている梅野選手について、ではまず梅野選手の今シーズンの一軍成績から振り返っていきましょう。梅野選手は今シーズン100試合に出場して、294打数67安打、打率が2割2分8厘、ホームラン4本25打点、盗塁が2つ、出塁率が2割9分8厘、OPS が581、得点圏打率が2割2分2厘ということで、まあ、本来の梅野選手のバッティング能力を考えると、もう少し数字が上がってもおかしくはないと言いますか、本当に勝負強さというのを持ってる選手ですし、 狙いすましたかののののような逆方向へのヒッットこれが出てるはは梅野選手のバッティングの調子はめちゃくちゃゃくいいただどうしてもチーム全体でなかなか得点を入れることができないそして自分自身もヒットが出ないということになってしまうとちょっと強引に引っ張っていってしまったり低めの変化球を振らされて打ち取られてしまうそういう場面というのもありましたよねま、特に梅野選手は去年のシーズン後半から状態を落としてしまって去年のシーズン打率は2割2分5厘そして今年は2割2分8厘ということで本来であればシーズン通して2割5分から2割6分これぐらいの数字は常時残すことができる選手ですから 来シーズンは梅野選手の本来の魅力でもあるバッティング、これをしっかり復活させて、1年間タイガースを引っ張ってほしいというのが我々タイガースファンの思いです。さあで、そういった中、来シーズンへの準備段階とも呼べる周期キャンプ、本来ここには基本的に若い選手が名前を連ねることが多いんですが、来シーズン野手最年長、32歳になる梅野選手の名前があったと。で、梅野選手は初日からピッチャー全員の球をブルペンで受けて、丁寧に若手投手にアドバイス。で、梅野選手は一足早くこの周期キャンプを打ち上げるという流れになったんですが、岡田監督はその梅野選手の姿を見て、 来シーズン星星固定というのを名言で、そのことについて岡田監督のコメントですが、基本は梅田で行くよ。そりゃそうやろ。梅田でええんちゃうだってゴールデングラブとかみんなが認めたショーなわけやから、総合的にワンバンストップとか盗塁刺すとかさ、いろんなものを含めて選ばれてるわけやんか。そういう選手はやっぱり使わなあかんやろ。俺はそう思ってるけどなと。こういうコメントを出したんです。まあ、特に去年のシーズン最終盤、梅野選手に疲れが見えた段階で、坂本選手との完全併用というのが始まった。そしてそれは今シーズンも続いた流れではあったんですが、岡田監督は早々と、この梅の選手の性保固定を 名言まあ来シーズン野手最年長の32歳とはいえまだまだ老け込む年齢ではありませんから岡田監督の期待の下梅野選手がどういう姿を見せてくれるのかというのは本当に注目ですでですねこの梅の選手に関してはこのオフ一つ面白い話がありましてそれというのもアメリカのデータ専門会社が2022年度の npb 版フィールディングバイブル賞というのを発表したんですでちなみにこの賞というのは2006年に設立されてアメリカの両リーグでは1部門につき1人の受賞者ピッチャーはこの人キャッチャーはこの人こういう感じで一人ずつ選んでいくんですが実は目 じゃあでも真のゴールドグラブと呼ばれることもあって結構名誉高い賞と言いますか選ばれるとこの選手の守備能力はやはり高いんだとまあそういう理解を深めることができる賞でもあるとでこの賞で重要視されてるのは DRS という指標で守備防御点とも呼ばれます守備だけでどれだけ失点を阻止したものを示すかまあこういう指標ではあるんですが今シーズンの梅の選手の DRS は23まあ残念ながらゴールデングラブ賞はスワローズ中村選手に対して231票対22票まさに完敗という流れではありましたが中村選手の DRS が12だったことに対してこのアメリカ アメリカサイトは言及しながら、梅野は drs23 をマークし、守備に関しては最も支配的なシーズンを送っていたとこういう評価を出したんです。ま、あ梅野選手は3年連続、ゴールデングラブ賞という実績も持っています。から、この守備能力というのは素晴らしいものがあるんですが、改めてこのようにアメリカのデータサイトから評価された。これは我々タイガースファンにとっても本当に嬉しい内容です。さあで、ここからは僕自身がこれまでの梅野選手を見てきて、守備面で感じる凄さ。この点を皆さんにご紹介していきたいなという風うに思っています。まあ僕自身もアマチュアではありますが、キャッチャー経験というのもあってだから。 梅の選手の凄さというのを毎試合必死し,しと感じています。でまず梅野選手の守備を見ていく中で注目されているのは梅ちゃんバズーカと呼ばれる強肩ですよね。もともと梅野選手が出てきた時バッティングというところもそうでしたがこの投類阻止率の高さ二塁への送球の強さというのがかなり評価されていて梅の選手が試合に出るようになって我々タイガースファンは梅の選手を梅ちゃんと呼ぶようになった。そしてその梅ちゃんというあだ名から肩の強さを合算して梅ちゃんバズーカと呼ばれるようになったあの強肩。で梅の選手は昨シーズンこの投類阻止率は2割8分8厘ということで。 久々に3割を下回ってしまったんですが、今シーズンは投類阻止率3割2分3厘ということでまた3割台に復活。そしてこれはセリーグ3位の数字ということで、まあ、全体的にも高い数字ではあったと。で先ほど DRS 守備防御点という指標をご紹介しましたが、この投類阻止というところも失点を阻止するためには間違いなく重要な要素。まあ投類阻止に関してはキャッチャーの方だけではなくピッチャーのクイックまあ、投げてるボール、そういったところも大事になってきてまさに共同作業。で僕自身も投類を阻止してもちろんランナーをさせたということも嬉しいんですけれども、まあ、それ以上にピッ ピッチャーが喜んでくれる。投げてるピッチャーが感情をむき出しで喜んでくれたり、まあ投類阻止でランナーがいなくなったら一気に全体で守備面が軽くなりますから、まあ投類阻止というのは失点を防ぐだけではなく、自分のチームにいい流れをもたらすそういう効果もあると思うんで、やはりそういう側面というのも考えると、この梅野選手の投類阻止能力というのはチーム全体にとって大きなプラス要素だなというふうに感じています。そしてもう一つ、梅野選手の守備を見ていく中で外せないのがあの圧倒的なブロッキング能力ですよね。まあ、このブロッキングに関しては何度ワンバン止めたかとか何か具体的な数字で現 るわけではないんで、これは本当にシーズン通して選手。それぞれのプレーを見ていないとわからないところではありますが、まあ、本当に梅の選手のワンバン止める能力決してボールを後ろに反らさない能力というのは、これは引き目なしに12球団トップクラスなものがあるんじゃないかなという風に感じています。で、梅の選手といえば、2019年シーズン123補足で6。5年ぶりにキャッチャー。新記録を更新でキャッチャーに補佐が記録される主なケースというのは、先ほどご紹介した投塁阻止ま盗、あ、塁を試みた走者をアウトにする。そしてゴロを処理してアウトにする。これはバント処理とかですよね。そしてこれが。 第三ストライクを補給できず、一塁に送球してアウトにする。まあ、これが振り逃げ阻止と言いますか。例えば低めのフォークボール。これがワンバウンドしてキャッチャーが止めて、そしたらバッターは一塁に走っていきますよね。で、そのボールをキャッチャーが止めて、一塁に送球したら、これはキャッチャーの補殺というのが記録されるんですが、やっぱりあの圧倒的なブロッキング能力があったからこそ、シーズン123補殺を記録できたんじゃないかなと。まあ、梅野選手のブロッキング技術というのは、入団当初からすごくて、まあ、ルーキーイヤーの2014年。この年、梅野選手は86試合マスクをかったんですが、2014年規定試合数をクリア。 したキャッチャーでは唯一パスボール0。これ実はセリーグでは35年ぶりの記録だったということで、まあ、改めて入団当初から梅の選手の壁性能というのは素晴らしかったで、それがどんどん進化していって、3年連続ゴールデングラブ賞に繋がったという風に思うんですが、やっぱりこのキャッチャーなら止めてくれると、ピッチャーがそう感じることができれば思い切って腕を振ることができるで、それによって間違いなく、いい結果がもたらされる可能性というのが高まると思いますから、タイガースの素晴らしい投手陣をこれからも形成していく中で、大きな力になっていくのは間違いないという風うに思っています。で、梅の選手といえば、昨シーズン。東京 オリンピック日本代表に選ばれて、多球団のピッチャーとバッテリーを組む試合というのもありましたが、強化試合でバッテリーを組んだホークスの線画投手がひどいボールばかり投げてしまいましたけど、しっかり止めていただいて、阪神でもたくさんそういうボールを外国人が投げてきたりしたからとそういう話をしてもらったんで頼もしいなと思いながら投げていました。と、こういうコメントを出していたんです。ま線、あ、画投手といえば、あのお化けフォークですよね。まあ、我々プロ野球ファンから見ても、そしてテレビで見てもとんでもない。落差のボールではあるんですが、余計あるキャッチャーミスで見るととんでもない。落ちしてると思いますよ。で、梅の選手からすれば線画。 フォークボールを取り慣れてはいないわけですから、非常に難しいリードになったと思うんですが、線画投手からいきなり信頼を得れるぐらい。梅野選手のブロッキング能力というのは素晴らしかった。で、やっぱりこの梅の選手のブロッキング能力が成長していった背景というのは、タイガースにいた。スケット選手の存在というのがめちゃくちゃ大きかったでしょう。う例えば、2019年の引退までタイガースの大黒柱だった。メッセンジャー投手は梅の選手が新人だった。2014年からレギュラーを取れよ。と、こういう風に言葉をかけながら、梅の選手とバッテリーを組んだ際は鋭く落ちるボールを投げ続けた。そして2017年西武王に輝いたド。 スワレス投手も150キロ近い高速フォークというのを持っていた。そして、2019年はジョンソン投手。そして2020年2021年は高速球。そして落ちるチェンジアップも持っていたスワレス投手。もちろん日本人投手もそうですが、キャリアを積み上げていく過程でこういう剛腕ケット投手と組んでいたというのが、今の梅野選手に生きてるんじゃないかなという風に思います。ということで最後になりますが、このように日本で素晴らしい実績も持っていて、多球団のピッチャーからも評価されている。そして、アメリカのデータサイトからも賞賛を受けている。梅野選手、まあ、来シーズンすでに正捕手用というのが明言されていますが。その中 中で梅の選手はコメントで守り勝つ野球はめちゃくちゃ大事。守りを重視することができれば勝利は今のピッチャー陣なら考えてもつかめると思う。岡田野球を少しでも早くつかみながらチームが一つになって開幕を迎えられたらいいとこういうコメントを出しています。まあ、やっぱり梅の選手からすればこの直近2年間自分が状態を落としてしまったというところもそうなんですがなかなか思うように試合に出ることができなかったこの悔しさというのは間違いなくあるでしょう。だからこそ来シーズンすでに聖火起用というのを明言されている中でより責任感というのが増していく。やっぱり誰がどう考えてもタイガースキャッチャー陣の中 一番のの実績そしてて経験を持っいるのは間違いなく梅野選手ですからまあ僕自身もキャッチャーとしてプレイしてきて感じるところはたくさんあったんですけれどもま自分のバッティングの調子が良くなってくるとそれが間違いなくリードにも生きてくるそして守備の方でもいいプレーが出たりまあリードがバチッとハマってバッターを抑えることができればそれが逆にバッティングにも生きてくるだからこそ来シーズン攻守で躍動する梅野選手が見たいこれは全てのタイガースファンの願いだと思いますからそういった中で来シーズン野手最年長になりますが梅の選手がどういうプレーを見せてくれるのか注目しながら見ていきたいなと思いますはいということで 今回のののの動画ででは梅梅選選手手ががアメリカでどういういい評価を受けててたのかそして僕自身が考える梅野選手の守備面の凄さこういいいったたた点につててご紹介ささだきましたさあ、すでに正方用を明言されている梅野選手、より責任感も増していくと思いますが、来シーズンどういう数字を残してくれるのか注目しながら見ていきましょう。皆さんは梅野選手のアメリカからの評価、そして今後についてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、 よかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3 8100人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者3 9000人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホーありがとうございました来シーズンすでに正捕手固定明言されていますがその中で梅野選手がどういうシーズンを迎えてくれるのかこの点も注目しながら見ていきましょう また